スキャで一番美味しいのは朝30分ですか？そうですね。ただ、そうですね。そのスキャの中でもいろいろあると思うんですけど、時間軸短くて取りやすいのは朝の方が取りやすいですね。だんだん時間が経つに従って、時間軸、スキャの中でも時間軸をちょっとずつ伸ばしていくみたいなイメージですかね。まあ、本当、朝一はめちゃめちゃ早くても大丈夫。テスラさん好きです。好きだったらね、テスラって書かない感じも、もしかしたらテスラって、テスラの会社のことが好きだったのかな。ああ、そういうことね。